アーデルスハイムは、ドイツビュルテンベルク州北部ハイルブロンの北約40キロメートルに、位置する、ネッカーオーデンバルト軍の小都市。州内で有名な保養地で、1200年以上の歴史を、持つ。アーデルスハイムは、東から流れてきた、キルナウ川が、北から流れてきたゼッカハ川に合流する河口に、位置する。合流後の川は、都市の防衛施設として利用された。 ゼッカハ側はさらに流れ下り、メックミュールで、ヤクスト側に合流する。アーデルスハイムの地域の大部分は、バウラントの高地に属し、北西部は、オーデンバルトに、南部は、ヤクスト側の渓谷に、東部は、タウバー側の渓谷に至る。地域の一部は、ネッカーオシ自然公園に属す。アーデルスハイムの中核地区は、ゼッカハ側とキルナウ側が形成した盆地に位置する。 最初に街道沿いの村が作られ、それぞれの盆地に入植が起こり、その後高台にも人が住むようになるという典型的な町の構造をしている。町の中心部、キルナウ川がゼッカハ川に注ぐ河口の直前に滝があり、これを動力とする業者があった。中核地区は、プロテスタント市教会及び二つの城周辺部。 市役所の下付近にあたるゼーシュタット、及びゴシック様式のヤーコプス協会のあるフォアシュタットといった小地区からなる。アーデルスハイムのメインストリートはマルクト通りで、この他に合う通り、リート通り、ラーヘン通りが主な通りであり、さらには連邦道 B292 号線がオーバーシェフレンツに向かって走っている。ゼンフェルト、ゼンフェルトは、 約3キロメートル南西のゼッカ派側の渓谷に位置し、人口は約1200人である。この集落は1110年に初めて文献上に記録が残されている。1615年に、鉄腕のキッシュゲッツフォンベルリヒンゲンの子孫にあたる、マルガレータフォンカーボンが、プロテスタントの教区教会を創設した。かつてベルリ貧ン,ン男爵の一族の所有であった、ゼンフェルト城は、 1713年にバロック様式で建設された。ゼンフェルトとアーデルスハイムは1975年に合併した。ライベンシュタット・アーデルスハイムの南に位置し、1971年からその宿となっているライベンシュタットは人口350人ほどの旧気資料であった集落で、1293年に初めて記録されている。 ベンマースホーフアーデルスハイムの東 3km に位置する小集六ベンマースホーフは1423年からその存在が証明されている。中世にはかつての地元領主のもと農夫が畑を耕して暮らしていた。現在のベンマースホーフは農業主体の入植地で約50人ほどが暮らしている。この集落には私立の屋外プールが設けられている。 ヘルゲンシュタットヘルゲンシュタットは南東部に位置する。この小集落は1500年頃に創設され、現在は約50人が暮らしている。この町は779年にはすでにアディロルツハイムという名前で、古田修道院の贈与証明書に最初の記録が残されている。何度も領主が変わった後、13世紀中頃にデュルン家の支配地域となった。 この頃に地元貴族のアーデルスハイ向けが登場し、その要塞について1338年に記録されている。この街は防壁で囲まれていたが、それには都市圏が必要である。1374年にアーデルスハイムは皇帝カール4世によって都市に昇格された。1400年頃にアーデルスハイムのフォアオルトをオーデンバルト騎士が獲得した。 アーデルスハイ向けは、キルナウ川とゼッカハ川の間に、水木を築いた。この地域は、周辺の有力な世界諸公にも、世俗諸公にも属しておらず、1803年の帝国代表社会議主要決議までは、帝国騎士領となっていた。最終的には、バーデン大公領となり、1828年に、バウラント南部を管轄する別クスアムとの所在地となった。 この役所は、34の自治体や集落、合わせて約1万4000人を管轄した。1936年にこの別陸は解消され、別陸スワムとブーヒエンに編入され、1938年には、ブーヒエン軍が発足した。民族祭の先駆けとなったのが1948年の郷土会議であった。 1949年の第2回アーデルスハイム民族祭のきっかけとなったのは、1945年に破壊されたキルナウハの落成記念式典であった。1948年11月11日、アーデルスハイム軍立農業学校が、レオポルト・ビスベッサー博士を校長に開校した。その後、アーデルスハイムの歴史についてもこの学校で教育する。 ことが決まった。1958年には、エッケンベルクに国民学校が設立された。数年後には、同じ場所に寄宿者付きのギムナジウムが開校した。ブーヒエン軍の廃止後、1973年に、アーデルスハイムは新しく創設された、ネッカー・オーデンバルト軍への帰属が決まった。アーデルスハイムには、中世の時代からユダヤ人が暮らしていた。 1338年に皇帝ルートビヒ4世はポッポ・フォン・アーデルスハイム及びベリンガー・アーデルスハイムの兄弟に彼らの所領に住むユダヤ人4家族を保持するよう命じた。1690年にもアーデルスハイムには4家族のユダヤ人が住んでいた。17世紀にはユダヤ教の組織が設立されていたことがわかっている。ユダヤ人の人口が 最も多かったのは1885年頃で70人が住んでいた。1690年の規則によれば、ユダヤ教組織は、年4グルデンを男尺に支払い、神への奉仕である安息美学校を持つことを許されていた。旧礼拝堂は、伝承によれば、1418年に東亜通りに建てられたメルヒオールケラーの3階に設けられた。 この建物は1952年に取り壊された。その後、やはり現存していないオーバーシュロスの中庭にあった建物に礼拝堂が設けられた。19世紀中頃から1889年まで、ツーム合戦27番にシナゴーグが作られた。ミクワーヤエデルはこのシナゴーグに設けられた。1889年からは新しいシナゴーグに移された。 1977年に、新シナゴーグが解体され、ミクワーアが再発見された。埋葬は、ブーヒエンベディヒハイムでなされたが、1884年、以後は、現在のゼンフェルトにある、ユダヤ人墓地で行われるようになった。国家社会主義時代のバグナービューケルアクションに基づき、1933年に、ここに定住していた35人のユダヤ人のうち、 少なくとも10人が命を落とした。宗教改革以後、キリスト教徒の多くは、プロテスタント信者であった。2000年までアーデルスハイムは、バーデン地方教会の教区監督管区の本部、所在地であった。教区監督管区の再編の時代に監督官本部は、ヒルシュランデンに移された。カトリックは、1930年まで少数派であった。 1945年以後、放区民の流入によりキリスト教両派の数が、ほぼ等しくなった。取り壊された聖アコプス教会のすぐ近くに、近代的なカトリック教会、聖マリエン教会が建設された。両教派ともに幼稚園を運営している。アーデルスハイムの市役所、第二次世界大戦後の市長を列記する。アーデルスハイムの市議会は16議席からなる。 図柄、銀字に、垂直に描かれた黒いシュタインボックの角。下から左上に伸びている。この村の貴族の紋章で、現在の首相である。この図柄は、1422年に、皇帝、ジギスムントにより与えられたものである。アーデルスハイムの死の色は、黒から白である。死の旗は、オーバーシュロスのデマド張り出し部の中央付近、紋章の近くに見ることができる。 オーバーシュロス・ウンターシュロス・アーデルスハイムの中心部には多くの歴史的建造物が残されている。農業のほか、20世紀中頃には中小企業が発達した。手工業者は東部に多い。一部の住民はハイルブロンやマンハイムの企業に通勤している。アーデルスハイムには フランケン鉄道ビュールツブルグシュトットガルト線のアーデルスハイム東駅及びゼンフェルト駅、ネッカーエルツオスターブルケン線のアーデルスハイム北駅がある。後者は2003年12月からラインネッカー S バーンの S1 系統ホームブルク、マインハイムオスターブルケン線が利用しており、1時間ごとに列車が発着している。 地域のバス交通はあまり整備が行き届いていない。この町の中心部から8キロメートルほどの距離に、アウトバーンのアーデルスハイムオスターブル県インターチェンジがあり、連邦アウトバーン A81 号線に乗り入れることができる。アーデルスハイム市内を連邦道 B292 号線が走っている。アーデルスハイム区裁判所アーデルスハイムには、 カールスルーエ高等地方裁判所モースバッハ地方裁判所管区の区裁判所があり、その執行に用いられる青少年刑務所がある。かつては警察署と小さな留置署があったが、現在は廃止されている。アーデルスハイムには通常の基礎、本科学校の他に寄宿者付きのエッケンベルクギムナジウム、環境教育のための修立学習センター、 アーデルスハイム市民大学などがある。アーデルスハイム青年の家。かつては、アーデルスハイム東駅の駅舎であった。ありがとうございます。